アッキーナに、まあ、4年前にインタビューしてるんですけどね。うん、まあそうですよ。まあその時ね、先週も言いましたけどね、私も悩みありますよ。お菓子大きいの買うか小さいの買うか悩むもんって言われたっていう。言い放ったという。まあ正確にはこれもうちょっと違うんですよ。あのね、あの600円とか900円のパイの実のファミリーパックを買うか小さいの買うかとか、そういうの悩むもんっていうね。絶対食べるけど900円一気に出すのは嫌だし、でかいの買いたいし、みたいなっていうね。具体的。そういう感じだったんですけどね。まあ確かに本当彼女はね、強敵そうだなと思ってたんですけど、まあ強敵っていろいろいるんですよ。うん、僕みたいなインタビュアーにとって、例えば分かりやすく言うと岡本夏樹、石原真理子的な強敵、まあ、あの常識が違うタイプ的な強敵ですね。違う星の人ね。そうですそうです、分かりやすく言うと、とかキキキリン、沢尻エリカ的な、まあ、喧嘩越しな強敵っていうのもいて、氷川きよし的なあのやる気ない系強敵っていうのもいて、あの、ね、90分のインタビューの予定が15分で終了みたいなね。とかベッキー的な強敵っていうのもいるんですよ。僕はあの悩みを聞いて、ね、それを、ね、ちょっとカウンセリング的にしていくタイプですけど、悩みとかはないです、全てが楽しいですみたいな話になって惚れないっていう人がいるんですけど、ね、前向きですから。そうですそうです、でアッキーナっていうのはまた珍しいタイプなんですよね、その全然取材には協力的なんですけれども、あの掘りがいがないっていうか、あの不思議なタイプ。まあでもあのアイドルというかね、アイドルですけども、最近目指してど真ん中系のアイドルじゃないですか、ね、そうですね、なんかね、ちゃんとねグループとかじゃなくて、ね、単独であそこまで売れてるっていうのは、ね、元気はつらつ、なんか明るいみたいな感じの、ね、ね、みんなに好かれる感じですね。ね、そうなんですよ。ただあれなんですよね、僕って本当基本相手のいいところを探して肯定していくスタイルのインタビューやるんですけど、はい、彼女だけ だと思うんですよ、それは良くないって何度か僕が注意して、そのために彼女がなんかムスッとするっていうインタビューになったっていうね。当時おいくつだったんですか。2006年ラキーナ17歳ですね。ブレイク前ぐらいで、ちょうどその前に週刊プレイボーイで南海キャンディーズの山ちゃんがインタビューやってたんですけど、それがすごかったんですよ、山ちゃんが何か聞くたびに、何それわかんないって感じで、あの4文字熟語とか全然わかんない人なんですよ。だからインタビューの最中にまた 何か聞かれたびにまたリセットで、これはですねこういう意味でっていうのをやるから、まあ話が膨らまない。で僕のインタビューでも冒頭で、今日はねほりはほり聞かせていただきますって言ったら、ねほりはほりってって聞かれて、これ1から10まで聞くっていう意味でしてね、大変そうだなっていうか、なるほどね、人なんですね、ほぼ外人ですよね。そうですね、感覚的にはね、自分でどんどん通訳しなきゃいけない感じで、ね、この仕事始めたきっかけは小6の時スカウトされたからで、その時別にテレビ出たいとかじゃなくてモーニング娘。に入りたかった、でもお仕事始めてそれからもっといっぱいテレビとか出たいって思うようになったんですって、あ、今はそう思うようになったんですねって言ったら、はい、昔はなかったですっていう、ね、その頃はね雑誌のモデルとかやるだけで満足だったのがって言ったら、え、質問何でしたっけみたいな。まあ本当にこれぐらい噛み合わないわけですよ。なるほどね。ザルじゃないですか。どんどん本当にすごい勢いで落ちていくっていう。それも相当目の荒い。で当時ね彼女が知ったのが、有名になりたいっていう発言で、なんで有名になりたいんですかって聞くと、有名になりたいからですよ、別に意味はないです、なりたくないですかって聞かれて、その当時は本当まだ今は 2% ぐらい有名なだけで、 96% ぐらいまで有名になりたいって言ったんですよ、まあ、当時はねまだ駆け出しだったんですね。でね、有名になるって言うけどね、本当プライベートがなくなるとかね、ほら恋人を作りたくなるとかいろいろあると思うんですよ、有名ぜって言うんですけど、僕の周りにもそういう有名になってね、結構鬱的になったりとかいろいろ大変なことになった人がいてって言ったら、有名ぜって、まあ、当然意味わかんないから、有名になるのはそれ相応の税金があってひどい目にも遭う部分があるっていうことなんですよって言ったら、でもいいことが起きる部分もあるもんみたいな、確かにね、でもまあ収入の割にもっとひどい目に遭うみたいなね、でも有名になりたいって言い張るから、有名になったらじゃあ何したいとかあるんですかって言ったら、何したい、有名になりたいだけですっていう。有名になりたいってどういうこと、有名になるってじゃあどういうことですかって言ったら、みんなが名前知ってて街歩いてるとアキーナだって言われる、そういう人になりたいっていうね、それ絶対居心地悪いですよっていう、買い物行けなくなったり写真撮られまくったりねって言ったら、そう言われるとちょっと悩んできちゃうじゃないですかって口をとんがらせ始めるっていうね、ニューってそうなんですよ、17歳らしい感じ。3回ぐらい口とんがってましたね。なるほど、本当に口とがるんだっていうね。そう、初めて見ましたよ、口とがらがす人ってっていうね。ちなみに角川春樹さんがオーディションで真っ先に落とすのが、有名になりたいと書いてる人って言ってましたよね。でもあれですね、なんかこう屈折した理由があってとか、誰かを見返したいとかいうところは全くなく、何もないです、単純に有名になりたいな、楽しいだろうなっていうね、せっかく生まれたんだから有名になりたい、有名になってきたいっていう。で、ちなみに当時高校生でね、学校は授業がなければ好きですって言ってて、中学に上がって本格的なテストがあるから嫌いになった
勉強めんどくさいじゃないですかって言ってて、うん、でもほらこの仕事でもいろいろ勉強することありますよねって言ったら、その勉強と学校の勉強は違う実生活に役立たないように勉強したくないと、二次関数とか知らないじゃないですかって言ってたんで、うん、でもね国語はやっといた方がいいですよって言ったんですよ、うん、それで国語は嫌い、必要ないじゃないですかってまた始まって、うん、いやいや絶対国語は重要ですよって言って、うん、これからテレビの仕事とかすると難しい言葉とかいっぱい出てきますよって、台本とかで読めない感じとか、大丈夫ですかって言ったら、大丈夫だもんって口とがらしたんですけど、すかさずマネージャーさんが横から、いや大丈夫じゃないよ、振り仮名僕が振ってますからって全然ほぼ小学生だね、完全にそうですね、うん、先生と小学生の会話、うん、永遠このだってね、国語やってて教科書読んでも教科書の内容理解してもその物語について一生なんかするわけじゃないじゃないですか、うん、って言うんで、うん、英語とかいらないけど国語は必要だって言ったら、英語は必要ですよ、海外行ってお買い物できないじゃないですか、はぁ、あ、戦いづらいっていう、うん、そうだね、うん、ちなみに国語嫌いで漢字も苦手なんですけど、うん、この間初めて自分のお金で字ばっかりの本を買いましたってブログに書いてたんですよ、うん、でどんな本読んだんですかって聞いたら、自分のことを好きになる本って言ったんで、うん、あこれは引っかかりができたと思って、うん、えもしかして自分のことを嫌いだったんですかって聞いたら、うん、いやただそこのお店のナンバーワンだったから売り上げナンバーワンとりあえず分かんないから、はいはいはいね、一番売れてるの買ってみたっていう、うん、でしかも4ページぐらいしか読んでないですって言われて、ブログには24ページって書いてあったんですよ24ページ読んでやめましたっていう嘘ついて、そのサバの呼び方も微妙なんですで4ページ読んだ感想はどうですかって言ったら、あんまり面白くなかった、あやなだけでストーリー的な方が楽しいんですよ、うん、で自分のことを好きになる本買って、うん、あれ面白くなかったもっとストーリーのやつがいい、タイトルの時点で気づけよって思ったストーリーじゃないですからね、うん、どう考えても、うん、で小説買ったって、それは面白かったって言ってたんで、うん、どんな本読んだんですかって言ったら、どんなのだったかな覚えてないです青空、死んじゃうやつです、彼氏が。で、泣いちゃうやつっていうね。うん、まあ、多分ね、恋空だと思うんですけど、携帯小説ですね。あ、そうか、はい。ざっくりしてて、本当にマイペースなんですよ。うんうんうん、で、現にもね、芸能界ってマイペースだとやりづらい商売だと思うんですよ、って言ったら、そうなんですか、わかんないです。っていうんで、うん、仕事で悩んだりしますかって言って、それをどんどん掘ってったら、ようやく一個出たんですよ。うん、あ、そうだって。演技とか下手くそで思い通りできなくて悩むっていう。やっと悩み出たと思ったって、うん、と思って、うんそれで一人で練習したいとかって言ったら、いや演技は練習したことないですっていう演技ってどうやって勉強せいか分かんなくないですかって言われたんで、いや台本読み込むとかって言ったら、だって読んでも一緒じゃないですか、だから国語は勉強した方がいいってっていうことなんですよ、そういうことなんですね、大変でしたね、女優業は難しいですかって聞いたら、難しいですよ人生って言ったんで、お人生がって言ったら、来たね、余裕が来たと思ったら、いや演技が難しい、うん、こういうのが壁って言うんですかね、壁にぶつかってたのに、やっと分かりました、人生難しいですよって言って、うん、まあでもこれも全然掘っても何も出てこないんですけどねこの演技どうやっていいのか分かんない、でも台本読みたくないっていうだけの話なんで、うん、本当小学生のお悩み今日ね、小島さんとかね、本当一からちゃんとね、こうそうじゃダメですよって言いたくなると思いますけどね、まあでもまあなんかすごくこじらせてるよりは話しやすそうですけどね、でもこじらせ度は僕はむしろ話しやすいんですよ、まあ、インタビュアーとしてはね、うん、そうね、そうね、発掘していくわけです、そうですね、で郷さんのお仕事としてはちょっとね、あまりにも噛み合うとこがないっていう、そうかもしれない、一緒に話したら楽しそうだけどずっと砂にのみを打ち込んでる感じ、そんな感じですね砂の城作ってはこう流されみたいなでそういうね、彼女のマイペースな性格についてママに感謝ですって言ったから、うん、お母さんもそういうタイプなんですかって聞いたら、うん、ママはきっちりしてますよ、しっかり者っていう、うん、ああそうじゃないんだ、じゃあ顔も性格もお父さんになんですかって聞いたら、はい全て、どっかだけママに似てる、忘れちゃった、うん、とか、忘れちゃったのかい、うん、お母さん似てるってとこだけ思ってたね、うん、どこ似てんだっけな、わかんない、でもパパにそっくりって言われるって言うから、うん、じゃあお父さんもマイペースなんですかって聞いたら、どういうのがマイペースっていうかわかんない、うん、それがマイペースだっていうね、これね、たまにね、公園のブランコの横でね、近所の子のことこういう顔で、あるある、いくつぐらいですか、もうね、5歳とか4歳のこれと何したんだっけ、何したか、忘れちゃったみたいなのとか、はいはい、葉っぱあげるみたいな、わかんない、字みたいなね、何の葉っぱわかんない、あそこにあったからみたいな多分本当そういう感じなんですよ、うん、まずアイドルのインタビューでこういうのがあると思わなかったんで、うん、で女優業以外で興味あることありますかって聞いたら、レオって言われて、うん、あ僕ちゃんとブログ読んでたんで、あれですよね、飼ってる犬ですよねって言って、で猫も飼ってるの知ってんですよって言ったら、
取材してではっきりしたのが、うん、両方飼ってみたらどうも体の調子が良くない、おかしいと思ったら動物アレルギーだったらしいんですよ。あらそうなの。なるほど。撮影中に倒れたらしいんですよ、うん、動物アレルギーのせいで。そうなんだ。この年に2回倒れたっつって、うん、事務所止めたりとかしないんですかって言ったら、マネージャーさんが、いやいいんですよ倒れたら倒れたで。それはそれで人間生きてるんだからね、死んでないしねって感じでね。いやでもアレルギーはね。それマネージャーの発言でしょ今の。マネージャーさんがさらにマイペースだったんですよ。あそうなの。でこういう風なイメージで見られたりとか一切ないんですかって聞いてもね、マネージャーさんがいいんですよ逆に皆さんで作ってくださいとか、そういう会話を僕らでしてると、うん、ランランララとかアキネが突然歌い出して、うん、マイペースにね、うん、でバカに見えたらバカですし、その人の中のイメージでいいですってマネージャーさんが言ってて、好きなように見てくださいって、うん、その横でまたアキネがこれ BLT って雑誌のインタビューだったんですけど、BLT って雑誌パラパラアイドル雑誌めくって、AKB のページ見て、うちも AKB 入る、会いたかった会いたかったイエーイとか歌い出してた。あーすげえなーこの子ってね、すごいね、自由ですね、すごい自由です。今本当ブログ時代だから、ブログ読むとどういう人かって大体わかるんですよ、うん、あ大体僕あのあいうえおが小文字の時点でそういう子だってのはわかるんですよ、ね、あまあね、うん、ギャル系私もわーみたいな、ね、そうです、うん、テニオ派の派じゃなくてワイウェオの輪になってるみたいな、うん、でアキーナも本当にそうで、うん、うちの iPod はトランスがモリモリ入ってますとか、うん、普段はお姉系&かっこいい系の服装してますとかね、うん、ああそっち系だなと思ってたんですけど、うんで好きなタレントはヨン様と氷川きよしっていう人で渋いね、なんか渋いですね、皆さんかっこいいです、会いたい結婚するんですって言われたんで、はぁって流してね、マネージャーさんがぜひとも結婚してくれてたら、じゃあ来年するっつって、マネージャーさんも全然止めないですよ、お金払ってもいいよ、それで5年は食いつなげるから、うん、じゃあ来年するみたいなね。すごかったんですよ。もともと僕彼女なんだっけな、プライドの中継ですごいと思ったんですよね、うんうん、まだプライドがこれ地上波でやってた頃に、うん、あのスカパーの方で彼女がサポーターみたいにやってたんですけど、うん、当然格闘技も何も知らなくて、うん、外人選手とかにインタビューしようとするんだけど、うん、ああ行っちゃったあーあーってやったんですよ。なるほど、すげえと思ってよくこの子起用したなっていうね、うん。で衝撃受けて、いや本当プライドのサポーターぶりに感動して取材に来ましたって言ったら、うん、ああはいって言ってもう何も喋んなくなっちゃって、ちょっと嫌な思い出だったみたいで、そしたらマネージャーさんが言ってたんですけど、試合中寝てましたからねって、じゃあもう本当全然興味はなかった、ね、高田さんと高坂さんに挟まれて寝てましたってすげえと思って、まあ、でもこのねあのインタビューをなさった時からもうだから4年近く経つんでしょ、そうですね、だからだいぶ変わってるかもよ。そうなんですよね、あのだからこの時も言ったんですよ、有名勢のことで戦ったんで、うん、じゃあ有名になったら、うん、辛いか辛い思いするかどうか、ちょっと有名になってからまた来ますよって言ったんですよ、そろそろ行かないと、行かないといけない気がするんですけどね、そうでしょう、ね、4年経つと人はどう変わるのかっていう、そうただメディアとか見てる限りはそんなに変わってない気もするんですけど、ああね、うん、相変わらずのキャラのままでねえ、ただものすごいいろんな現場にはいらっしゃってるわけですからね、多少なんかいろんなエピソードとかあるのかな、ね、まだ水着グラビアとかやってますけど、ちなみにこの時水着の仕事は点々点みたいなことをブログに書いてて、うん、書いてましたよねって言ったら、うん、あんまり好きくないですってはっきり言ってて、本当正直ですねって言ったら、っていうか嫌いですって、おだって嫌いなんだもんってっていうからフォローするじゃないですか、うん、ってね、最初みんな最初はそうなんですよって、うん、それから好きになれるかどうかなんですけどって言ったら、いやならないし、どんどん嫌いになっていくすごいなぁ、そうなんだね、あーなんかもうなんだろうね、あの小学生に注意した時に、あの感じる、うん、そのぬかに釘感っていうかっていう感じですけど、ね、でも嫌な感じはしないっていうか ね、 そうですね、あの明るくて邪心があるわけじゃないんで、全然、ね、でもこのままいくつまでいくかっていうそうね、そうですね、